皆さん、クイズパーティーへようこそ。スピードクイズ。これから皆さんには全9問のクイズに挑戦していただきます。まずは×と丸のボタンを押してみましょう。それではスピードクイズスタートです。まずはじめに常識スピードクイズからの問題です。これから出題される問題が正しいか間違っているか、できるだけ早く答えてください。2秒以内に答えればスコアボーナスもありますよ。それでは皆さん頑張ってください。第1問。1÷1 は0。第2問。四角形には角が4つある。第3問。病気を防ぐためには手を洗わずに食事する。それでは続いて思考スピードクイズからの問題です。これから出題される問題は10秒以内でスコアボーナスとなります。第4問。2月23日の1週間後は3月になる。第5問。あさっての昨日は今日。それではここまでの合計得点を見てみましょう。まだまだ逆転のチャンスはありますよ。ではここからは後半戦です。まずはピクチャークイズからの問題です。これから出題される写真や絵を見て、より適切な方をできるだけ早く答えてください。スコアボーナスは3秒以内です。優勝の栄冠に輝くのは誰か。後半戦スタートです。第6問。どっちがヘビ？第7問。
どっちが？たてがみがある？第8問。大人はどっち？さあ、今回のクイズパーティーもいよいよ最終問題です。最後は常識スピードクイズからの問題です。第9問、これが最後の問題です。この問題の得点は2倍になるので、最後まで頑張ってください。3時の2時間後は5時。皆さん、お疲れ様でした。それではいよいよ最終結果の発表です。今回はこのような結果となりました。おめでとうございます。勝者をたたえてみんなで拍手。それではまた次回お会いしましょう。